結構館林駅の構内なんですけど、かなりこういう感じで、まあ、綺麗ですよね。まあ、ここ最近駅舎を建て直したのか、だいぶ綺麗です。はい、ここは館林駅のメインの、東口のロータリーになりますね。こんな感じで、まあ、デイリーヤマザキコンビニが一つあって、まあ、そのコインロッカーがあって、でここは県道375だったかなが続いているような感じですね。はい、これは館林駅の東口の駅舎になりますよね。今発車するのはこの板倉東洋大前の、あと館林駅は、多分バイクがあります、ヘッドレスがありますので、で、まあ、日光線の、まあ、板倉東洋大前まで、まあ、バスが走ってる感じですね。大体時間で1本あるかないかって感じの本数だったと思います。で、この県道沿いに結構その個人の商店とかが並んでる感じですね。で、これ有名な、うどん屋ですね。これが館林ので、ここが、まあ、庄屋館林店、まあ、チェーン店ですね、大手の居酒屋チェーン店がここにある感じですね。こんな感じで駅前のちょっと大きなマンションが1個ありますね。はい、まあ、埼玉とか都内も結構群馬からしては近いので、まあ、ここから都内に通う人も多いという感じですね。ちょっと列車の始発駅もあるので、始発列車もあるので、ちょっと通いやすい場所ですよね。タイムズの料金も、まあ、500円とかなり安い感じですね。で、予備校とか不動産がある感じです。地元の証券会社、ここに、ステーションホテルがあったり、まあ、本当に個人商店が並んでますよね。はい、この辺りは県道2号との交差点になりますね。館林井口交差点の風景になりますね。ちょっと立派なビジネスホテルなんかもあったりして、まあ、この辺り結構栄えてますね。マンションの中もあって、なかなかね、もうここから先はなんだろう、もう本当に商店街もなくなってきたんで、本当に住宅が、まあ、いっぱい並ぶエリアになってきましたね。だいたい今の交差点までが、まあ、栄えているエリアとなりますね、駅前ので、この先行くと、まあ、市役所だったり筋ヶ丘公園だったりが、まあ、あるエリアに行く感じですね。で、まあ、もうこの辺りまで来るともう本当に人通りもなくなってくる感じですね。はい、これは先ほどの板倉東洋大前から館林駅を結ぶバスですね。なんだろう、ツツジ観光バスっていうのかな。で、本数はこんな感じです。まあ、時間1本ぐらいはある感じで、16時台と19時台が3本ありますね。まあ、この時間帯が一番需要がある時間帯になるのかな。まあ、大体通学と通勤の時間帯ですかね。はい、こちらの今映している映像が館林第二小学校の映像になります。これは創立90年とさっき書いてあったんですけども、だいぶ歴史のあるね、学校だと思いますね。まあ、第2でその90年という歴史があるんで、第1はもっと古いってことですよね。記念碑がありますよ。令和元年で、まあ、ちょうど90周年になったのかな。
これはうどんで有名な竹林うどんの店になりますね。まあ、今ちょっと朝早いんで営業しないですけども、まあ、かなりうまそうですよね。また機会があったら食べに来ようと思います。はい、こちらの映像は竹林市役所の交差点の映像になりますね。まあ、県道7号との交差点になっておりまして、かなり車の通りが多い、こんな感じのねエリアになりますね。でこれはなんか丸亀製麺支援店が多い感じですね。でこの県道7号にも、地元のねビジネスホテルとかこういったちょっとした飲み屋がある感じですね。モスバーガーがあったり、バーミヤンなんかもありますね。奥にはダイソーなんかも見えます。非常にこの辺なんか大手の、まあ、外食チェーン店とかあとはスーパーとかそんな感じの、店が並んでますね。車の通りもなんか非常に多いですね。はい、こちらが先ほど歩いてきた道になりますね。先のモスバーガーと、あとまあビジネスホテル、そしてブックオフがある感じですね。この手前が、バーミヤン。で、この先には、ラーメン屋と、まあ、ダイソーとか、まあ、セインレスとか、まあ、そういった感じのね、大手のスーパーとか飲食店が並んでる。そんな感じの風景が続いてる感じですね。はい、先ほどの館林駅入り口の交差点を今度は北の方に進んでおります。で、ここにセブンイレブンがあって、こちら先ほど紹介した、マンションがあるという感じですね。で、奥には、群馬銀行、まあ、群馬の銀行があるという感じですね。と、まあ、こんな感じの風景です。で、ここからちょっとその信号を左の方に曲がってみます。はい、ちょっとした大通りの隣の道に入ってきました。で、この小さい道なんですけども、まあ、ここに意外と、まあ、個人商店みたいなのが密集してる感じですね。釜飯、ランチ時とかだと550円、カレーライス、安いですね。これは何だろう、これも焼き鳥道場、まあ、これもちょっとした居酒屋ですかね。で、ここには相沢証券があって、奥には NTT がありますね。意外とこの細い道に店が密集してますね。本当に中華ですね。オープン前ってことですね。こちらはとんかつ日光、まあ、日光も近いですよね。ここ群馬なんですけども、とんかつ屋があると。こっちにもなんか意外と、まあ、ありそうですね。もうちょっとまっすぐ歩いてみますか。もう少し歩いて左の方に曲がっていきますか。で、これを歩いていくと、ちょっと空き地みたいな広場みたいなのが見えてきましたね。これが、まあ、ちょっとした公園かな、まあ、公園があるという感じですね。香港宮町ですね。なんか歴史を感じるような街並みですね。香港宮町公園というらしいですね。で、ちょっとここから先は特になさそうなので、左の方、いや、ここ回れないな、もうちょいまっすぐ行くか。はい、先ほど駅前のパーキングはだいたい500円だったんですけども、まあ、ここまで来るともう200円とか300円で借りられるみたいですね。本当にもうタダみたいなもんですよね。かなり安いです。ちょっとまたさらに細い道入ったんですけども、まあ、こういった道の、まあ、両側になんかスナックとか夜の
お店などがある感じですね。まあ、ここら辺の通りで結構夜は賑わうんだろうなって感じはしますね。こちら大福屋ですかね。でこの通りを出るとまた、先ほど、まあ、紹介した駅前から伸びる、県道370号に出ます。こんな感じですね。やっぱりなんか店がいっぱいあってかなり賑わってる感じですよね。これが、団子屋さんですね。とりあえず東口はこんな感じなので、まあ、次の電車が来るまで、まあ、4、50分あるので西口を軽く見ていきましょう。おー、これが有名なうどん屋さんですね。花山けむかな。日本東京の日本橋にもある店ですね。はい、こちらが館林駅の、西口の映像になります。東口と比べるとね、本当に何て言うかな、こう路面も綺麗で、本当にここ最近なんかその整備されたのかなっていう感じの、作りしてますよね。相当綺麗ですよね。でこれがバスの乗り場、筋観光の館林駅西口。まあ、バスはこんな感じで、だいたい時間1本ぐらい運行されてますね。千代田市役所方面行きになりますね。うん、東口と比べると本当に新しいですよね。歴史がやっぱり東口はあって、こっちは綺麗な街並みっていう感じですね。特になんかコンビニとかもない感じですね。でこういう感じでベンチもあって、まあ、最近の街づくりという感じが、伝わってきますね。で真ん中には、まあ、西口の駐車場があると。料金は30分無料で1時間、その後1時間100円かかるみたいですね。1時間ごとに。でその前にあるのが、正座醤油研究所があるみたいですね。そこに病院かと思ったら、すごいなんかレストランがありますね。隣に神社みたいなやつもあります。あ、これは駐車場かな。発酵レストランみたいですね。で駅周辺はちょっと軽く今歩いてるんですけども、コインパーキングが多い感じですね。結構こう空き地もあって、まだまだ発展する、感じがしますね、この辺はね。で奥には、薬の青木があって、その奥には病院があるみたいですね。この交差点結構トラックが多く交通量ですね。こちら側には、トヨタのレンタカーがあるぐらいかな。こちら側は、まあ、特には何もないですね。はい。そしたらちょっとまだ時間あるんですよ、もう。立林駅に戻りますか。カルビスも立林で製造してるみたいですね。やっぱこの駅舎、何回も歩いてますけども、かなり綺麗ですよね。列車はですね、
流線じゃなくて小泉線と佐野線か、その3路線が乗り入れます。で、ここ複雑な駅の構造線ですね。2面5線って言った方がいいのかな。5番線まであるホームがホームですね。で、その1番線が、こちら、こちらが1番線で、九州方面ですね。佐野線のホームだと思います。2番線が浅草方面で、伊勢崎線のホームですね。で、こちらのホームが、伊勢崎線、伊勢崎方面のホームになってますね。で、ちょうど今、列車が発車しましたね。4番線の電車は小泉線西小泉行きです。